今回紹介するスレはこちら。ご襲撃だー。え、やっぱ怖いっすね、銃社会は。正直起きてないの不思議なくらいだったっすね。日本の元総理も銃には勝てなかったしな。かっこぬ。待てよ、トランプも銃を持っていれば応戦できたんだぜ。うむ、主張の部分で理解できるものはあっても言い方で敵を作りすぎてるところはあったんだなぁ。マッコの事件で猿理論を加熱して報復合戦なんてやり出すといよいよ民主主義というより修具政治になるから、バランスは取れてないんだけどね。世界はどうなってしまうんやろなぁ。あかにゃん。やっぱ怖いっすね、銃社会は。こんなことまで安倍ちゃんと一緒に並んでもええやん。耳の付近に出血ってことは無事弾丸滑りできたってことやん。てっきりバイデンの方をやって弔い合戦に持ち込むと思ってたのん。その場合だと担がれそうなハリスが死ぬほど人気なくて無理だと思われるが、まあバイデンの方もあからさまにボケ老人だからバランスは取れてないんだけどね。バイデン支持してるのは党内でも力のある議員で反対してるのは落選の可能性が高いチンカスコッパたちだからそんなの無理です。殺してまであんな認知症当選させたいものなんすか。バイデン派というより反トランプという感覚、理屈なんてない陰謀論者同士の一撃。紹介しよう。プーチン大統領、ボケ、他の誰と間違えたとしてもそれだけはダメだろうがよえー。R の国の大統領的にはバイデンの方がやりやすい相手っすからね。A 国民、もうダメや、バイデンは見捨てよう。M 党、しかし他の候補がいないのです。どうして若い候補や後継者が育ってないの？お言葉ですが、R 国も C 国もトランプ推しですよ。一応候補はかなりいたんだけどずっとバイデンが地方だと？そのエビデンスは？ファクトチェックで陰謀論者確定とかしてたせいでおいおい現職大統領の人気がまだあるのに辞任はまずくね？の判断で大半が辞退したし空気読めないチンカスは絶対に勝てないようにバイデンの地元から始めるペナルティネで殺したのん。押してもトランプは前回の大統領の時みたいに関税をかけそうだからメリットがないよねパパ。現役暗殺も経験済みだから前大統領程度は問題とも思っていない。各国の首脳は今すぐ弾丸滑りを覚えるべきなんじゃないすか？これでトランプ当確になったんじゃないかと思うのが俺なんだよね。スレ隊だけ見てスレガの支持者がバイデンを襲撃したと思ったのが俺なんだよね。襲わなくても大統領選挙は高確率で勝てるんだよね。チンカスじゃない？やっぱやばいっすね、トランプのイメージは。うむ、こういう事件があるから自衛のために個人が銃を持つべきなんだな。何の自衛にもならないんすけどいいんすかこれ。あわわ、お前は全米ライフル協会。リンカーンといいケネディといい銃社会の危ういところを享受しすぎているんだよね。怖くない？トランプをやってしまったら共和党が弔い合戦だとばかりに新候補を担ぎ出す上にどちらかというと共和党寄りではあるけど共和党候補がトランプだったがゆえに仕方なく反トランプという立場を取らざるを得なかった人々が共和党支持に傾きそうだけどいいんすかこれ。とりあえず無事そうでよかったですね、本気でね。ドワーッチが出てるやん。おー、元気そうでよかったやん。でも血がついてますよね。もしかしてかすったんじゃないすかね。明らかに頭を狙われてギリギリかすった感じっすね。無事でよかったのん。自演すか？と思ったけど頭のあたり負傷してるんでガチ暗殺っぽいのが怖いすね。マジでね。参ったなぁ、ひとまず保存するくらいにはかっこいいと思っちゃったよ。そういえばウクライナに武器供与してたラインメタル社 CEO もあの男に暗殺計画立てられてたけどアメップが阻止したらしいんだよね。まあ、まさか。アホみたいな裁判禁断のいっぱい打ちしてこれでトランプの支持率は終わりだしたのに上がる一方とかいう字は T だったからヒャハハ、ホワイトハウスがトランプの選挙活支援しててめちゃくちゃアホやでもう暗殺するしかないんじゃないすか？とか言ってたけどね、マジで襲撃が起きるなんて私は聞いてないよ。オールマイト？トランプも銃撃された時にかっこいい退場の仕方とか考えてたんすかね。ガチ負傷してるのにこの退場とかますます支持率上がると思われるが、誰の手なのか知らないけど愚策を超えた愚策なんだよね。安倍ちゃんみたいなことにならなくてよかったのー。これでダビに伏したら煽り抜きで内戦勃発しかねないんだよね。怖くない？安倍ちゃんがちょっとだけ軌道そらしてくれたのかもしれないね。弾丸は耳にかすったみたいすけどマジで数センチずれてたら党だったことを考えるとやっぱ怖いすね、銃社会は。
8年前も演説中に銃を向けられたことがあったんだよね。もしかして大統領って表に出るだけで危険な職業なんじゃないすか？おいおい、世界平和にとって重要な一手だったんだからちゃんとしようよ。お年だから治療に耐えられるか心配なんだよね。これでも自作自演とかいう奴らが大量に出てきそうなんだよね。怖くない？マッコの男も議会襲撃を扇動したからバランスは取れてるんだけどね。仮に自演するなら腕とか足なんだよね。演説で身振り手振りしてる最中に耳に弾がかするほどギリギリの自演なんてあまりにもリスクが高すぎるんだ。まっそんな理屈関係なしに陰謀論は湧きまくるからバランスは取れてないんだけどね。そもそも銃弾を狙ったところにぶち込むのは不可能を超えた不可能。アニメを超えたアニメ。もしかしてアメリカはもうめちゃくちゃなんじゃないすか？これからは四国の時代になるかもしれないね。四国にもめちゃくちゃを超えためちゃくちゃやんけ、芝生やんけ。あれっ、他の派遣候補は？は我が国。軍閥だらけなんですけど。調子に乗るなよチンカス。思い上がるなよチンカス。年寄り二人しか選べないアメリカってかわいそうな国っすね。忌憚のない意見ってやつっす。自作自演だと思ったけど耳狙いはリスクが高すぎますね。ガチでね。厳重な手荷物検査があるっすけど、どうやって持ち込んだかが気になるのが俺なんだよね。判明しないと再発の可能性もあるでしょう。民主党にとってはトランプ氏が亡くなったら共和党がトランプ氏より万人受けしそうな候補で弔い合戦を激烈展開するからデメリットしかないんだよね。ひどくない？やっぱり怖いっすね。そんなことも考えられないような頭の足りん超寝っ返りは。トランプが死ぬってことは民主のメガドナーがめちゃくちゃ入って良い勝負できてた共和候補がトップに立てるってことやん。アメリカで暗殺なんか成功するわけねえだろ。という反面、出血してておっと思ったのが俺なんだよね。四角このケネディは撃たれた直後にガッツポーズされるバイタリティ見せられたら対立陣営でも好感度上がるよねパパ。お言葉ですが、六芒星よりのこの男に好感度なんかありませんよ。ふーん、本場アメリカの銃より自作パイプ銃のが上ということか。ところでこれはヤバいんすか？とにかくアメリカは自分が暗殺される予知夢を見た大統領や脳天ぶちまけられる様子が生中継された大統領がいる危険な国なんだ。リンカーン、ケネディ、トランプが持ち上げられる環境を作ってるの反トランプなところあるよね。か、過激派アンチってそういうところありますよね。トランプすげえ、自演に命を懸けることも辞さない感だし。写真見ても耳に血がついてるだけで欠けたりはしてないから、倒れ込んだ時に血のり使った自作自演って見解は出せるんだよね。まあ完全に陰謀論だからバランスは取れてないんだけどね。気に触ったならすみません。でも日本の事件の方が、やばいですよね。着せずしてバイデンの弱々しさとは真逆の姿を見せる形になったっすね。何もなければトランプ確定になりそうっす。ゴルゴ13でトランプ自作自演暗殺ネタやってたっすけど、耳から出血してるってことはゴルゴレベルじゃないと危険すぎるから本物臭いっすね。二大政党でいつになく国民が分断されてるんだから、演説するときは銃弾から守れる透明のガードフェンスとか使った方が絶対いいんだよね。まっそれを使うと12ビビる弱腰の政治家扱いされるらしいから、強さを求められる大統領候補には不利になるらしいんだけどね。もしかして頭じゃなくて胴体の方を狙われたら結構ヤバかったんじゃないすか？どこぞの島国みたいに至近距離で散弾でもないと、ボディは肋骨や厚い筋肉に守られてるから生還率は高いんだよねパパ。とはいえどんな銃が使われたか不明だから一概には言えないのん。正直これでもうあちら側が誰を出してきても勝ち目ないなってなってしまったと思うのが僕です。これもあって負けたら経歴に傷つくやん。わしめっちゃ安泰やしでバイデン見越しにして上院と下院選挙に力を入れようが民主トップ層のスタンスなんだよね。バイデンなら3分くらいしてようやく耳に痛みを感じるのん。自作自演説なんて出てるんすか？バイデンがボケを超えたボケを披露してるせいで、トランプはそんな小細工する必要なくなってると思うんすけど。襲撃犯は取り押さえられたんすか？仮にトランプの自作自演だったとして頭に当てずに耳を正確にかすめる射撃って、まさか、変態ゴルゴブラザーズ。本当にやることはないじゃないですか。板垣？ぶっちゃけガザの向こうの民のことを考えるとトランプでさえなきゃいいから共和党が勝ってもいいんだけどね。
なんか耳貫通してない？ボケを超えたボケのバイデンに人気が沈下す以下のハリス。その他バイデンのために消された候補が M 党を支える普通に負けそうだ。